はい、皆さんこんにちは、シスです。ドイクです。よし、もう前回志村さんが詰まりに詰まったからな。ちょっといや、あんなのまだまだ詰まりに入ってないよ。もうこれサクッとクリア しないとね、そろそろ終わらん、終わらん。で、この辺で一回敵から見つかると、あれあれ、敵がよそ見してんじゃない。あ、ばばばば、よし、これで見つかったら最初にジャックして登録しといた方が。で、そう、R1 で登録できるって教えてもらったから、R1 で登録 C の、あれあれあれ、危ねえ、あれあれ、これで、これか、こいつか。オッケー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 。で、これで、わからん、ちょっともう一回逃げろ。逃げーの、視界ジャックは L、あれこれリロードだぞ。リロードした。こいつか、こいつか。こいつだね。で、これ、あばばばばばば。ここ？ここ？わかん。すっげえ打ち合いしてる。まだ撃ってきてなかった。いるぞ、いるぞ。すげえハッスルしてる。撃たれたー。うわ、これわからんわ。ここを安全に打開できないとちゃんと進めないな。わからんわ。うっそ、ちょっと待って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 。あ、当たったんじゃない、当たったんじゃない、当たったんじゃない、これ、いけた、いけるいけるいけるぞ。で、俺は知ってるぞ、この先の階段の下に、うん、もう一人いるんだろう。なあ、この人いたな。これ、おらんぞ、おらんぞ。まだ来てないんじゃない、徘徊してるんじゃない。絶対ここにいるはずなんだが。あ、なんか下にいなかった。いつだね、なんかね、お前あるぞみたいなこと言われたんだ。あ、これか、これか。え、これどうやっとんの。お、なんかアーカイブスが追加された。カモシカイ日記帳って書いてあるのか。アーカイブス読んでるとさ、うん、殺されるのかな。いや、あ、今見つかったぞ、誰かに。いる、いる。うわ、めっちゃ来た。オッケー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 。要求は確か当たればほぼ即死だった。あはは、あっ、あっ、あっ、近い近い。あ、今なら今ならいける、今ならいける。これか、これか、サイリングやって、これか、サイリングやだ。開けた開けた開けた、やった、入れた。あ、なんかあるんじゃない、これに。ちょっと開けたら閉めといた方がいいんじゃないか。なんか、え、取れん取れん取れん、拾う拾う拾う。よし、わ、やかった、手に入れた。あ、トロッコ、トロッコ動かす。トロッコ、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 これか。サイレン鳴らしちゃダメだろ。サイレン鳴らしちゃダメだろ。あ、待って待って。地図か、地図か。地図どうやって開くんだ。地図見ようか。セレクト。今、サイレン小屋にいて、トロッコね。トロッコは、出て右行く。オッケーオッケーオッケー。出て右だな。は、早く行かんと、敵が復活するかな。起きちゃうかな。で、スカイジャックだろ。なんかいるわ。でもまだ見つかってないから。3って書いてあるぞ。何が？こいつ、こいつ。いや、スカイジャックした時に3って見えた数字。ここに3があるけど。あ、いっぱいあるのか、3って。あ、いるわ、俺。あ、わかった。この曲がり角の先にそこだな。うわぁ。あいつが後ろ向いた瞬間に行って、え、でもさ、赤い、あ、あれ違うぞ、ここじゃねえぞ。いや、それだよ、それそれ。あ、今、後ろ向いてた、そいつ。俺、撃てない、撃てない。ちょっと、リロードしてない。カチカチした。嘘、え、しまった、しまった。え、ちょっと待って、一発しか今リロードしなかった。オッケー、この一発に全てをかける。うわぁ、それ撃たれるわ。うわぁ、うわぁ、うそ。
ちょっと待って待って、ここまで、ここまではいける、ここまではいける。ちょっとここまでカットして。リロードしよう。ボッケ倒した。ここにあるんだけど。あ、危ない。グッジョブ。スナイパーが起きる前にサイレン小屋行っちゃいたいね。あいつ気づいてないの。あ、来てる。おかしい。サイレン小屋まで出した。出れんの。出れんの。で、この先だな、この辺。オッケー、トロッコの前にいんな。あれ、あ、こっち向いた。あっ、ね、え、来てない、こっち来てない。え、来んの、来んの。待って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 構えろよ、逃げるな。来るんだったら迎え撃とうで。来る。あ、帰ったんじゃない。あ、帰ってる。ほら、静かチキンだから。あ、でも俺いないぞ。ん、いや、だから逆向いてんだっつね。ほら、あ、トロッコの方を向いたときに、そうそう、撃てばいいのか。気づいてなかったのか。今だ。え、どこにいんの？その辺。あ、当たった。適当に撃っただ、今。あ、当たった、当たった。倒れた。オッケーオッケーオッケー。おーし、よし。トロッコを動かす。あ、ほら、なんか、ワイヤーで固定する。お、ワイヤーを切る。オッケー。これでワイヤーを切って。ワイヤーを切りーの。切れたのか、今。押す。こちら側から押すことができない。え、どういうこと？これ、こっち側ってこと？トロッコ押す。あ、これ乗ってくってことか。押す、トロッコに乗るって結構大変じゃね。70歳頑張った。さすが志村のおじいちゃん。よし。管理小屋近くの門を抜け出してする。オッケー、管理小屋だな。管理小屋だから、うん、戻って出て左の方の道に入るのか、そのまま入ればいいのかな。んじゃないかな。まあ、とりあえずダッシュしよう。オッケー。スナイパーが生き返ってなければそのまま進めるんだが。島田さん走って。島田さん、あなたの足に全てがかかっている。全てがご利用し、全てが。おー、外れた。だが全てが。全てがかかっているんだ。方角的にはこっちな気がするけど、合ってるか。なんか今あっただろう。なんかあったぞ今。でもなんか来てるよね、後ろから多分。え、来てる。巻いた。巻いたか。大丈夫か。よーし。怖え。よーし、大丈夫だ。ここで、ちょっと待って。何するんだ。管理小屋だから、下に降りなきゃいけんな。でもなんかさ、これなんか視点変わるやつがあったんだけど、何これ。なんかそこ落ちてない。切り替える。あ、ほんと落ちてる。鍵が落ちてるな。死にたくないな。落ちている。拾う。三角で拾うってのが慣れんな。丸で拾ってほしいわ。で、降りるから、これか。あ、今の鍵がここで使えるんだ。すげえ近かったな。OK。下に何かいないかな。なんか、いるっぽいな、ここに。移動とかした？なんだと？ん？お、これ登れんだ。てか、どこ行けばいいんだ俺は。ちょっと待って、もう一回確認。
俺でも今じゃあ戻りだ戻るだ管理小屋かこっち逆だ。いや管理小屋近くのところを脱出するっていうんじゃなかった。ここにいいの。でもさこれ管理小屋そのものはまあ、はい、多分いけるんだろうけど行ってみる。これ逆じゃね。あ、終わったのか。あ、終わりましたね。やったいやーむずい両方銃むずい。よかったなスナイパーに撃たれなくて。やっぱおじいちゃんの足よ。うん、やっぱ昔ウサインボルトと呼ばれただけあるわ。なんでそんな設定が。45年前ウサインボルトと呼ばれてたからね。トモコ来た。トモコはいませんか。トモコトモコって誰。トモコちゃん一緒じゃないんですか。もうなんかいろいろアーカイブス追加されたね。読むか。増えてきたね。はい。セーブ。イエス。さっき拾ったやつと、うん、今追加されたやつが読んでないのかな。そうだね。お、このステージ長かった。めっちゃ。牧野さん来た。牧野さんって誰だ。牧師さんか。そうそうそう。ここまで来ればもう大丈夫。やべ、女子中学生連れてるんだけど。よくわかったな。体操部だからな。村が消えてる。え、赤い水に。求道士様、あれ。え。え。うわあ。やばいやばい。俺これベルセルクで見たぞ。ショックだ。ショックだ。ショックが始まろうとしている。この音怖い。何かの鳴き声みたい。私たちどうなっちゃうの。サイレンうるせえ。うわ、ていうかさ、うん、最初の主人公いたじゃん、あの遊戯王カードが趣味の子。須田京也くんね。あの子さ、うん、絶対さ、求道士様どうしたんですか。どうしたんですか。あの子とか、あの子は求道士様はね、あの子がね、うん、ゾンビになると思うんだよ。てかもうゾンビだと思うんだよ。ひどい。だって確実にさ死んでたのにさ、うん、生き返ったじゃん。もうあれ完全にゾンビになって、そのうちさ一緒に旅してる女の子とかをいきなり食らっちゃってさ。ひどい。アーカイブスこれか。お、マキノで、結構あるね。いっぱいあるな。これ今のムービーで入ってる、ね、うわ、キモーい。信者名。うん。戸籍証拠。これ読むときなんか、シスの漢字テストみたいになるよね。あ、懐かしい。カモシカ学習帳。なんかこんなジャポニカ学習帳とかあったよね。そう、ジャポニカ学習帳だな。吉川さん。うん。1970年に発売されて以来。おー、長いな、やっぱり、カモシカ学習帳は。小学生の頃に使ったことはあるわ。へぇ。海送り。あ、これ今のやつだな。羽生田村に古来から伝わる民族行事。あ、今のじゃん、ほんとだ、うん。あの、血の海を。あ、くしゃみが出そうで出ない。あ、ダメだ。おいおいおい。あ、ダメだ。死ぬ。よし、こんなでいいだろう。すげえ、なんかもう読んでくださいみたいな感じになってるな。もし、ほら、トモコちゃんだ、トモコちゃん。やべ、これ何するかわかんねえぞ。いや、最初の条件読んでなかったのか。見てなかった。あ、どうせこれだろ、これだろ。ここの方面行けばいいんだろ。まあ、そうだな。出て、左行って、クリアだ。求道士様出て、あれ左どうしたんですか。来い。求道士様はね、ふざけんな。え、ちょっと待って待って待って、こいつ武器持ってなくね。牧野さん、私は今だ。今だ。よし、抜けたな。で、これを上がって、お、いけない、橋がない、あれ壊れてる。ここじゃねえの。あ、違うぞ、俺今道間違ったぞ。
そもそも。あ、どこに行こうとしてる？え、あの、うん、あ、あいつとタイマーを張らなきゃいけないのか、まっすぐ行くと。あ、入り口近くのところすぐ左行こうとしたんでしょ？そうそうそう。うん、スナイパーさんが待ってるよ。うわ、遠回りしろと。一個、もう一個上がって、回り道か。オッケーオッケーオッケー。うん。わからんぞ。一個次を。え？どっかにスナイパーがいた。お前かお前かお前どけてどけてどけてどい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 て通れんぞお前おう戦えよ戦えよ攻撃する術がないからくそあそこも通れんのか通れないっていうことはどうにかしないといけないな修道士様待て通れんぞ後ろに向かうってちゃんと書いてあったぞえ何待ってるんですか車に向かう車一番奥か一番奥まで行きのあ入り口すぐに OKOKOK でこれは予想見をした瞬間に、うん、ちょっとあんま叫んじゃったおーい間違いない来いだ来い来い来い別に反応してないと思うんですよほら横向け横向け問題ないんじゃない、うん、さっき突っ切ってなんかなんともなかったし、うん、でここは素通りとそこも素通りとでよしゴリ押したゴリ押した今車なかったあった車に乗ってくるあとかなもし車乗ってこうぜね、乗れないらしい中に入ることができそうだ車の中に入る、うん、あーエンジンをかけるかかるのかかからないよかからないスイッチをいじる何も起こらないじゃあ降りますあ、待てほい迎えていや、車の中は基本的に中を見渡せるからさえあ、これで見渡せるのでな、何かあったらえ、なんかこれ向いた瞬間に死人が中を見てるとかじゃねえそんなホラー要素はないやつないねなんか調べられない丸かなうんなんか助手席に落ちてたりしたら拾えたりするんだけどまあ何もないなら降りるしかないね降りようか怖えで、この辺で視界ジャックをしてこれは日曜大工だえあ、これなんかこれは一本だなおお、こいつかいるね、うん、あ、徘徊してる待って、今の人その人の徘徊ルートとか覚えたこれは社のやつじゃないや先の小屋を、うん先の小屋の裏にキーの今だ今だあっ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 正面通れ逃げろ逃げろやばいやばいあー見つかったほらこれ来い来いほら来いやばいやばいやばいえどこまで逃げんのうー来てる来てるあ、逃げろってある車の中に入るあ俺ら積んだんじゃない積んだんじゃないこれゲーム的には時間止まってると思うぞ車から降りる来た来た来たいや隠れトモコちゃん隠れられてない今だやばいすげー叫んでる逃げろ九堂さん九堂さんあ、俺は女の子を見殺しにしてしまったひどいあれどこ行ったんだ来い
え、あれトモコちゃんじゃなくね。もうトモコちゃんに何すんだ、お前トモコちゃんに何すんだ、お前トモコちゃんに何すんだ、トモコちゃんに何すんだ、お前トモコちゃんも積んでるあの位置。あトモコちゃんのエロい声が。パトカーの先に二人死人いるんだな。まさかの突破？あいつは。だけなら突破できそうだけど。あれ。よし。あ、死んだ。女の子を見捨てて俺は逃げる。俺は逃げる。俺だけなら生き残れる。ひどい男だ。トモコちゃん、トモコちゃん、待って待って待って。トモコちゃん、トモコちゃん引き上げてあげる。お、よく覚えていた。引き上げる。ああ間に合わなかった。ああ間に合えばよかったんだけどな。トモコちゃんがあえいでるよ。いや、これはあえいでるとは違うだろう。広域の域のここです。近いチャック C のキーの、すぐ左のやつに見つかりたくないんだけどな、本当は。どっちに見つかったのか。まあすぐに上がって引き上げれば問題ないか。さあすぐにひっくり返って、ひっくり返ってじゃない、反対向いて引き上げて、おお間に合った。で、今どこ？で、え、これ、道間違ってね？ん？ヤシロはどこだっけ？ヤシロ行けんぞ、これ。いや、まあ、そこ、多分今、右下のなんか2つ四角あるじゃん。あるね。そっちの方に行ってみたら。あれが何か分かんないけど。てか、その辺敵いない？大丈夫？いる。え、いる？いる。あ、多分あのカンカン、これこれこいつがいる。あ、それ下じゃね？あ、下か。なんかそれっぽい建物が。うわ、すげえ怖え。あ、目標変わった。いや、城到着。あ、着いたのか？うん。はいはいはい。ここを連れて、平坂方面へ向かう。あれでもさ、ここの左ってさ、うん。つまりなんかその辺なんかない？露骨に何かあるけど。え？なんだ、視点変わったぞ。ともこちゃんもしゃがんでいる。なんだなんだなんだ。だっていろいろ調べてみたら。隠れろ。求道士様、どうしたんですか？なんか俺押された。あ、一緒に来てた。めっちゃ押された。ちょっと、トイレ。あ、お、お、なんだこれは。あ、鍵だ。なんだろう。あ、なんかちょっとブサイクだった。なんの鍵だろう。鍵ゲットした。おお、終了条件に。これね、今ね、隠れるってやったでしょ。うん。隠れるってやったから見つかったアイテム。え、そんなもんね。おお、びっくりした。誰か見つかったのかと思った。だから要所要所によっては隠れ具させることで同伴者にアイテムを見つけさせる必要になります。ああ、こいつがいるんだな。こいつの後ろを通ることになるもんね、最終的に。今どこにいるんだ俺は。え、やしろ。やしろ？でも階段なくね？ん？階段登ってきたんじゃない？求道士様。これ道、これ行き止まりなんだけど。何待ってるんですか？ん？ああ、わかった。違う違う違う。多分ね、そこダイブできるんじゃない？え、どういうこと？下の社に向かって。え、ジャンプして落ちるのここ？多分片道通行だから気をつけてね。
求道士様。え、ともこちゃん置いていっちゃうの？来い。というか下にいるやつジャックしておいた方がいいんじゃない？こいつ？多分そいつだよね。どこにいるんだろう。あ、見つかったよ。やってしまった。隠れろ。さあどうする？求道士様、どうしたんですか？来い来い。さあシスの選択肢は。あれ？行き止まりだぞ。行き止まりだぞ。ぐるぐる回ってます。どこ行けばいいんだ？どこ行けばいいんだ？俺は迷った。落ち着いて地図を思い出せ。やばいやばいやばい。これ絶対に間違ってる。俺こっちに行きたいんだけど。あ。やられた。あ。痛そうだ。え、気持ちよさそうだ。殴られてる。ポップジャンピンチ。めっちゃ。これはシジミスですわ。これで今回でクリアできんじゃない？あ、すぐに後ろを引き上げる。ボロボロだ。やっぱするのが大事。何の鍵だろう。トイクの声が聞こえない。かぶってたか、ムービーと。ここで恋にして一回。うん。ちゃんと恋になってるな。で、ここで打ち付けとこいつと横にね、スナイパーがいるんだよ。こいつで、こいつは突っ切るしかないから、きっと。うん。とりあえず打ち付けはたまに上見てるみたいだから、それが終わった瞬間にピンポイントできる。よし、行け。歩いてれば見つかんないのかな。なんだと、まあ、基本物音を立てないことが大事なゲームだな。おい、どうしよう。静かに行って、静かに行って。あれ、こんな道だってたっけ。うん。え、うん、結構裏道をだいぶ歩いてきたな。で、ここを上がって、うん、上りの振り向きの引き上げの、お、順調だぞ、順調だぞ、これはすごい順調だ。振り向きのお前じゃなくて、あと一人だ。あれ、これ違うやつ。それじゃね、そいつにさっき見つかって撃たれて。なんか今変なのが映ったけど一瞬顔の裏みたいなのが映った。これなのか。それそれ。でもこいつ振り向く。多分物音で気づかれたんじゃない。ゆっくり行くか。じゃあこうゆっくり行って上がっていくしかないでしょ。これなんで詰めないんだ。あ、ジャンプか。あ、そうか、後ろ向いてたんだけど。なんか言ってる。今すげえビビったんだけど。まだバレてない。うわ、鳥肌立ってきた。引き上げ、え、引き上げて、あ、ともこちゃん、あ、ともこちゃん、終了のお知らせ。
やばい、逃げろ逃げろ逃げろ、急いで逃げろ。え、オッケー、終了条件を達成すればこっちのもんだ。ともこちゃん見捨てた。エピソードクリア。ともこちゃんがゾンビになっちゃった。いや、まだ生きてると寝顔じゃないか。今確実に見捨てただろう。うん、まあしょうがないしょうがない。うん、今のはしょうがない。今だと撃たれかねなかったからな。じゃあ今回ここまでかな。すごい時間撮影したけど、これは何本にまとまるのか。というわけでね、はい。先生頭変になりそうだけど、ここまでとします。皆さんどうもご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。その前にシス、まだセーブしてないよね。あれ、シナリオ終わった時にセーブって出なかった。あれ、どうやってセーブするの。一応もう一回撮影開始したけど。あ、このシナリオ後かな。え、まさかここは連続プレイしなきゃいけないのか。いや、そんなことはないはず。一ステージごとにセーブできるはず。え、ネクストループ。あ、コンティニューってネクストループ来たね。え、あ、違うとこにセーブしちゃった。いつもの癖で。え、あー、どうしよう。これ次の撮影のために撮っといた方がいいのかな。まあ一応今撮影開始したけど、もう一回。宮田です。え、カジロの使いで来ました。確かに27年ぶりですね。ご成功をお祈り申し上げます。なんかエヴァじゃない。では何年ぶりだな。ちょっと雰囲気あるけどな。怖い、不安なんです。大丈夫、今度こそ。ずっと見てたんだから。今までずっと赤ちゃんプレイだ。ずっと赤ちゃんではないだろ。ほうほう、これはセーブできないからやべえぞ。いや、今さっきセーブしたよ。あ、今セーブしたっけ。そうか、周回終了の時にセーブした。あ、そうかそうか。うん、バカな、新しい人か。うん、宮田先生だね。蛇の国、蛇の首谷。俺も読めない。なんとかからの脱出。はいはいはい。あ、じゃあここ今度こそ終わり。今度こそ終わり。はい、じゃあ今度こそ皆さんご視聴どうもありがとうございました。ありがとうございました。